本日紹介するカレーはこちら、ジュラシマアグレカレー。アグレっていうのは沖縄のブランド豚のこと。沖縄料理って何かと豚に加えてるよね。ソーキとかラフテーとか、みーも沖縄料理大好きなんだ。ああ、沖縄行っておじいさんたちと泳ぎたいな。でも行ってみたいと思う。レッツゲッシュアシュア。うわぁ、とっても大きなアグレが入ってるよ。それに人参やジャガイモ、これもたっぷり入ってるから、みー嬉しくなっちゃう。それでは早速いただきます。アグーの歯ごたえが結構ある。なんかアグーをカレーと一緒にじっくり煮込んだって感じじゃなくて、アグーはアグーで美味しいでしょ、食べてよって感じがする。もっとトロトロ煮込んでもいいんじゃないかな。うーん、めちゃくちゃ脂身がトロトロのところが入ってた。硬いところとめちゃくちゃふにゃふにゃのところが入ってるんや。このカレーはいい意味でも悪い意味でもなんかとっても家庭的。ジュラシマアグレカレー、こちらのバンディポイントは16。バンディポイント、ブランド豚を使ってますって言われないと分かんなかったと思う。沖縄感も生まれててない、普通のカレーでした。今日のカレーもとってもミリカリ。僕の心はレトルトパウチ。